こんにちは、こんばんは、ちまです。思うまい店で紹介された秋葉原にある中華料理屋さん岩泉さんに行ってきました。テレビで放送される以前から食べに行っていて、私は油淋鶏定食が大好きで行くと必ず食べています。今日話するのは乙女ニアチャンネルオリジナルのお話、月の重心です。放課後、残念ながら奥村先生から例の件を確認された。まず大前提として、僕は人と食事に行くのは嫌いだ。しかし今回は仕方なく食事に行くことにした。その代わり、今後学校でボルダリングの話題を出さないことという条件をつけている。週末の金曜日に予定して、それまで億劫で面倒な一週間を過ごすこととなった。この一週間は実に長かった。イベントを過ぎればいつもの日常に戻れると言い聞かせて、なんとか乗り切った。そして当日になり、下校後駅前で奥村先生と落ち合った。お忙しいところお時間をいただいてありがとうございます。形式的な社交辞令を受け取り、近くの居酒屋に入った。ビールを頼み、聞き役に徹することにした。どうやら彼女の目には、僕は教師の鏡として映っているらしい。そんな自覚はないし、実際そんなことはないと思う。だが彼女からは、生徒の距離感やなんだかんだ生徒に信頼されていることなど、理想の教師像に近いのだと言われた。自分が教えるべき内容を教科書に沿って教えているだけだと言っても納得してはもらえずに、どうすれば僕のような教師になれるのかを教えてほしいと質問攻めにあった。本当にどう答えたものかと困ったが、そのうちに僕と彼女の教師としての姿勢の大きな違いに気づいた。それはこちらから行くか向こうから来るのを待つかの違いではないかと思う。僕自身この食事もしかりだが、相手が向かってくると必然的に億劫になる。その逆に、特に誰が進めてきたわけでもないボルダリングのような存在に不思議と興味を惹かれたのだ。生徒の場合も、待っていれば話しかけてくるような教師だけではなく、そこにいるだけの教師にも興味を持つ生徒がいるのかもしれない。様々な種類の人間に触れながら育っていくことが子供たちのためになっていると考えられることから、彼女のような人間も教育の場において大いに役立っているのではないかと説明した。その場で取ってつけたような理論ではあったが、そこそこ彼女を納得させることはできたように見えた。それでも僕のようなポジションは羨ましいとのことだった。彼女はアルコールに弱かったらしく、足元もおぼつかず、一人で帰すわけにもいかないと考え、家まで送ることにした。根っから真面目な人間なのだろう。道中も彼女はお礼の言葉を繰り返していた。彼女の家は4階建てアパートの最上階だった。玄関の扉を開け、部屋に入ると閉め切った部屋の中はかなり暑かった。彼女はそのまま床で眠ってしまい、仕方がないので、ベッドにあったタオルケットをかけてやった。エアコンつけようかとも思ったが、いつまで寝るかわからないため、窓を少し開けて換気した状態で部屋を後にすることにした。鍵はポストの中にあるとの置き手紙を残し、外から鍵をかけ、ポストに入れておいた。